皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のメンバーである自民とジョングクは現在、兵役中で、第五師団での訓練中に再び注目を集めています。最近の訓練演習ではジョングクが自民の演技を撮影している様子が目撃されました。自民は仲間たちの士気を高めるために、持ち前の明るさでリーダーシップを発揮し、 兵士たちに笑顔をもたらしました。ジョングクもカメラを構え、友人の姿を記録している姿が印象的でした。自民はその明るい性格と絶え間ない努力で、軍隊でも賞を受賞しています。彼の誠実な態度は、同僚たちからも高く評価され、常にポジティブな雰囲気を生み出しています。ジョングクが撮影する自民の映像は、訓練中の貴重な瞬間を映し出し、 仲間たちにとっての癒しとなっています。彼らの友情とチームワークは、第五師団の兵士たちに深い感銘を与えました。自民は訓練中も笑顔で周囲を元気づけジョングクはカメラを通じてその瞬間を記録しています。仲間の兵士たちは、彼らの絆を見るたびに、士気が上がり、チーム全体の結束力が強まったと感じています。 自民の明るい性格と努力が彼を尊敬される存在にしており、その姿は他の兵士たちにも刺激を与えています。ジョングクの撮影した映像は、軍隊内でも話題となっており、兵士たちにとっては貴重な思い出となっています。ファンたちは、これらの映像が公開される日を心待ちにしており、自民とジョングクの兵役での姿に誇りを感じています。彼らは、ただのアイドルではなく、 国のために全力を尽くす真摯な姿を見せています。自民とジョングクの第五師団での経験は、ファンや同僚兵士たちにとって感動的なストーリーとなっています。二人の存在は、兵役の厳しい環境においても、友情や努力が大きな力になることを証明しています。彼らの成長や新たな経験が、将来の BTS としての活動にどう反映されるか、期待が高まっています。 最終的に自民とジョングクが兵役を終えてエンターテインメントの世界に戻る日、ファンは彼らの新たな物語を聞くのを楽しみにしています。二人の経験は、より強く、成熟した姿を見せるきっかけとなり、ファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。 お体に気をつけてさようなら。